ございます。ポエム星人さん、ガチャガチャありがとう。あよう、だいぶね喉がねマシになってきた。カイトさん、かわいい、ありがとう。まだねちょっとわかめ詰まってますね。あよう、昨日ね喉がね崩壊っていうか死んでたんですけど、死んでて喉もやばいし頭もねトンカチで殴られてたんですけど、今日朝起きたらだいぶ楽になっててグッドです。おはよう、スバルさん、ガチャガチャありがとう。迷惑かけました。赤澤五郎さん、ハートありがとう。ノーネームさん、はじめまして。 STA48 さん、研究生梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。スバルさん、ガチャガチャありがとう。おはよう、わさびさん、ガチャガチャありがとう。おはよう、あーらま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 ー、くるみちゃんさん、ハートありがとう。スバルさん、ガチャガチャありがとう。最近毎日やってることは、だだん、やっぱこの季節乾燥してくるので、このバセリンを唇に全体的に塗るのが最近の日課になってきてます。塗り方はちょっと待ってください。例えばなんですけど、例えばこの綿棒を取るには綿棒を取って、やばい、綿棒を取って開けるやん、こうやってパコって開けて、まあこんぐらい、まあおかんか、こうやってね寝るのがね最近の日課なんです。ただね、乾燥を防げるので、ね、これをもう暇があったらいつでもやってますね。夜とかも寝る前とかやったりしてもあるね。これをやることで乾燥を防げるので、おすすめ。マチカニ服キタルさん、100回目のありがとう。これからも見に来てください、ありがとう。ナル先輩さん、ボートありがとう。はよう、そうだいぶねマシになってるよね昨日に比べたら。くるみちゃんさん、ガチャガチャありがとう。ゆうちゃん、ガチャガチャありがとう。はよう、サルさん、ボートありがとう。ゆうちゃん、だるまありがとう。くるみ、虹色の石ありがとう。はよう、トルールさん、はじめまして。 STU48 さん、危険救世梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。そう、昨日ね初日のメンバーが14日のあの僕の太陽公演があったと思うんですけどね、そう DMM でね、後からなんか DMM で見たんですよ。昨日レッスンがあったけん、あのリアタイはできんかったんですけど、後から見たのよ。めっちゃね、よかった、かっこよかったです。ふとっちょさん、ほらありがとうございます。よかったらこれから応援してくださると嬉しいです。待ってます。あーよ、わーわーふゆーわーひゅーさん、ガチガチありがとう。はよ、チェキ届いてよ。裏面のメッセージにキュンキュンしてます、ありがとう。え、嬉しい。あ、そうですね、そろそろチェキが、え、こんなね早く、思ったより早く届くのね、嬉しい。皆さんね、オンラインサインチェキ買えるね、前書いたサインのチェキが最近、昨日届いたのかな。なのでね、ミュウがね、ミュウのためにね、オンラインサイン機会をね取ってくれたらね、ミュウ裏面にもねいっぱい書くけん、池ピスさん
200回目のもありがとう、これからも見に来てください、ありがとう、おはよう、クリミンガチャガチャありがとう、おはよう、ハートもありがとう、わあ、ゆう30周年の10ありがとう、おはよう、ペンライトもありがとうございます、ペンライトどこだかと、赤いペンライトありがとう、ジミエン薄い、おはよう、寒い、いいえ、ポンタさんガチガチありがとう、おはよう、ひきまくん10周年のありがとう、うん、おはよう、寒いね、めどかずきさんハートありがとう、寒い、ときはかねなりさん10周年のありがとう、おはよう、さん、アルマありがとう、今日はかねなりさんハートありがとう、いっぱい、おはよう、久しぶりに朝配信見れた、金曜日楽しみにしてる、ありがとう、たけるくん、いっぱいね、ペンライト待ってます、本当にね、大全力で頑張ります、最大限の力を出し切ります。で、髪型なんだけど、ちょっと見よね、迷ってるのがあって、迷ってるっていうか、おろしで普通に行くか、でも多分おろし熱いのね、熱い系ハーフアップにしようかなって思っちゃって、どうしようかな、ハーフアップかおろしにしようかなって思ってるんだけど、どうがいいかな、今日はかねなりさんハートありがとう、いっぱいありがとう、なおとさんもハートありがとう、ハチさんもハートありがとう、おはよう、現地行った、現地行ったの、昨日どうでした、山口だよね、フェジングホール、そう、クワトロ、うちらはうちらっていうか17日のメンバークワトロじゃけね、お待ちしております、まだね募集できると思うけ、一般でね、ちょっとでもね気になる方はね、まあ、でも平日じゃけめっちゃ忙しいと思うんですけど、よかったら、よかったら来てほしいです、いうね、初めてのね僕の太陽公演なので、ミューにとってはここからが初日、僕の太陽公演の初日じゃけ、本当に来てほしいです、ミューにとってっていうか、この17日に出るメンバーはここからが初日なので、見に来てほしいです、キラクルのりさんハートありがとう、ありがとうございます、おはよう、衣装いっぱいあるのね、僕たち、そうですね、やっぱ早着替えできる得意、え、みんな早着替えめっちゃね、遅いんですよ、遅着替えになっちゃうんですけど、え、でも本当にもうやります、頑張ります、おはよう、キャンボさんハートありがとう、暖房入れてる、暖房入れてない、今日はね、まだ昨日が寒すぎて、今日は行けるって思ったから。ちゃんたさん、ガチャガチャ、ありがとう。ピクエブさん、ガチャガチャ、ありがとう。僕たちみんな可愛かったし、大人っぽかった、iPhone がどんなく楽しみ。確かに結構大人っぽいっていうか、なんか、かっこいい目の曲もあるしね。何とは言わないけど、系統がね結構ね、なんだろう、え、なんか好きって曲っていうか、なんかなんだろう、なんか恋してる曲とかは多めだけど、かっこいい曲もあるし、かわいい曲もあるし、満点、いろいろいっぱい入ってるので、セトリが来てほしいです、ベクブさんハートありがとう、はよう、マスタさんハートありがとう、はよう、夜配信あるの今日ですか、今日はね夜できんのよね、今日はねレッスンじゃけ、鬼
ーテは、うん、ポニーテはねどうしようって思ってて、でもなんかポニーテはなんかねちょっと下ろしたいんですよ。スグガールスガルゼロさん、これありがとうございます。よかったらこれから応援してくださると嬉しいです。待ってます。はいよ、ヤジーさんドラマありがとう。エアレみたい気持ち悪い。え、だよね、どうしよう。オールバック、オールバックはさすがにせんけど、え、どうしようって思って。え、でもおろしは、まあ、え、でも昨日のメンバーは結構おろしなんかおったよね。結構っていうかいっぱいおった。親父さん、ガチャガチャありがとう。おはよう。どうしようかな。リジさん、5番ありがとう。おはよう。ハトもありがとう。はいよ。失敗せず全力で楽しんで、ほんまに全力で頑張ります。絶対間違えたとしてもね笑顔で。おはよう。吉久さんハートありがとう。デトリソイブさんハートありがとう。マツンさんガチャガチャありがとう。吉久さんハートありがとう。ユニットの曲が何か楽しみです。楽しみにしておいてください。お楽しみ。テトリスファイブさんハートありがとう。はいよ。テトリスファイブさん、アキラさんハートありがとう。ありがとう。おはよう。なる先輩さん、虹色の推しありがとう。おはよう。今はまだできん顔だけど、めっちゃ編み込みだよね。そう、編み込みかわいいよね。昇格したら編み込みしたいんだよね。三つ編みがしたい。とりあえず編み込みとか編み編み系したいんだよね。か巻き巻きしたい。髪の毛昇格したらね、あ、巻き巻きか編み込みしたいかな。ハーフアップにしようかな。ハーフアップのイメージつけたいんだよね。だからでもその場の雰囲気を読んで、ほとんどの人がハーフアップとか、ハーフアップの子が結構いたら違うのになるかもしれんけど、おろしにするかもしれんし、まだわかりません。じゃあおはよう。アイドルなんて気分はだなと思う。うん、まだ言えれんけどね。おはよう。そう、楽しみ。そう、でも言ってもうあと2日しかないけん、緊張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 るって感じで。で、絶対これにはね、ハーフアップにはそう、ハーフアップはね、その見込みとかね、昇格したらね、やりたいね。はよう。二蔵さんハートありがとう。ございます。イベントのお肉は注文した。いや、あれ、なんかまだ注文なんかしたするっていうか、リアちゃんと一緒に、なんか一緒に一緒のタイミングで注文して、一緒の時にみゆんちかりあちゃんちに泊まりに行って、まあ、多分みゆんちだけど、みゆんち泊まりに来て一緒に食べようってことになったんですよ。話した結果、じゃけー、他のやつも、お肉もだけど、まあ、他のやつも、そう、フルーツもみはあるけー、それを一緒のタイミングで頼もうってなったけー、まだね決めれてない。でも多分みーたちは多分年末かお正月ぐらいで頼むと思います。まだ分からん、決まってない。また時間ある時に話そうって思ってます。太陽さんハートありがとう。でもとりあえず一緒のタイミングでは頼みます。おはよう。太陽さん、きみこさんハートありがとう。大好き牧場、ちょっと話し合わせといて、本当にキルくん待ってる。
お話し会皆さんお待ちしております。第5歳半がなってると思うのでね、最近ではオンラインお話し会が11月23日にあります。これはおすすめです。一番こっから近い、今から近い日が11月23のお話し会で、直接会ってお話ができる個別お話し会の年寄せ写真会は12月10日なのでね、この時はサンタさん衣装だと思うので、サンタコースだと思うのでチェックお願いします。おすすめはツーショット写真会がおすすめです。お話し会ももちろん楽しいと思うんですけど、ツーショット写真会はさらに楽しいと前回のお話し会で思ったので待ってます。オランゲーさんハートありがとう、ありがとうございます。通行急行通過駅さんガチャガチャありがとう。太陽さん、イサムさんハートありがとう。じゃあはよう、お泊まり配信する、うん、泊まるんだったら一緒に配信したいねって話してます。一緒に配信して、一緒にあれなんかご飯作るとかやったりしたり、一緒になんか配信したり、一緒にいっぱい写真撮ってお買い物とか行ったり遊んだりしたいねって話してます。そう、一緒にね食べようって話してます。その景品、商品景品のお肉を一緒に食べてみたいな。やっぱりさ、タイミング、頼むタイミングが違うとお肉がねちょっとね弱っちゃうから、一緒に頼もうって。はよう、ひろくんだぜさん、はじめまして。 STU48 さん、危険形成、梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。はよう、おはようございます。はよう、おはようございます、おはようございます。そう、サンタコス待っててください。そう、受験おすすめは12月10日の直接会ってお話ができる個別お話し会は12月10日のサンタコスが一番この今日から近い日だと思うのでね、福岡のマリンメッセというところでねあると思うので、よかったら来てください。本当にね、サンタさんみゆちゃんはねなかなか見れないしね、本当にね来てくれると嬉しいな。リボン、おはようございます、おはようございます。顔がスキル遅くなって本当に、あ、昨日ねずっとねビガオローラーみたいなやつやってたんですよ。これをずっとね寝る前にやっちゃったんですよ。で、席かな。あ、7並びしてない。7並び55分だけになった。1回だけしようかな。助数忘れてた、おはよう。ジャパングさんハートありがとう。大丈夫だよ。なんかさ、30分ってさ、なんか一瞬じゃけさ、なんかちょっとさ話しとったらさすぐ終わってしまう。もうだって気づいたら50分だしさ、やろうとしとったことが全然。K10 さんはじめまして。 STU48 さん、危険救世梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。なんだ大丈夫なの、回復けど、まだちょっとワカメがうにょにょっているから、めっちゃもう使いすぎたら喉多分やばいけ、また後戻りしてしまうけ、めっちゃは使うようにしてます。
大阪の直接話聞いたし、ありがとう。大阪はどこだったっけな、年明けかな、年明けの大阪はのインテックス大阪、そう、前一緒に、前やったところですね、浴衣の。2024年年明けになるんですけど、どこだ、2024年1、あ、年明け始、1番、年明け1番、1番の2024年1月22日土曜日の、土曜日なのでね、よかったら、お話し会自体は5時間目で、ツーショット写真会が4時間目ということでね、これは本当に来てほしい。いや本当にね、あ、土日はね結構ねこれ安いかなと思うんですけど、そう、ほとんどね難しいけどね、日曜日、12月10日も日曜日のマリンメッセ福岡なので、でその次が2月25日日曜日の4時間目、お話し会4時間目のツーショット3時間目の広島通商企業会館というところで、広島ナウの広島であるのでね、直接会ってお話ができる個別お話し会、よかったら広島の方来てください。県外からもお待ちしております。おはよう、ダナちゃんさん、ハットありがとう。待って、やばいやばいやばい、7並べ55分からすっぽかしそう、危ない、やばい、いけるか、喉の場合大丈夫、え、そうね、そう、喉ね、あー、やばいやばい、間に合うかこれ、やばいやばいやばい、やばい、間に合わないかも、やばいやばいやばい、急ぎ急ぎ、なんでこんな遅いの、なんで遅いの、あ、来ます、え、なんかなんでこんな、え、意味わからん、意味わからん、大丈夫これ。なんかね、まだ喉にワカメちゃんがいるので、声いっぱい使いすぎたらまた逆戻りしてしまうけん、めっちゃは使わんようにします。キャピさん、ポテチさん、長谷川さん、はじめまして。STU48、あ、間違えた。当日名乗らないから気づいてね、わかんないよ、え、来たことあるっけ、え、名札ねつけてくれてたね、わかると思う、どうしよう、初めてね会う方はね、会う方だったらね、ちょっと喉治ったのか、まだね痛いけど、でも、ま、昨日よりはマシじゃけ、喉めっちゃ扱いすぎんように気をつけます。扱いすぎたらまた逆戻りしてしまうけんね、はよ、やばい、ピンチピンチピンチ、やばい、今日めっちゃ寝てる、寝てるしよ、よし決めた、おはよう、おはよう、チキサイン、サインとメッセージありがとう、あ、ありがとう、やっぱ昨日、昨日みんな届いたんだ、ありがとう、なるべく一回だけ手を出たけど、ごめんね、ほんとにちょっと時間が、ちんちょうぎ30周年の時、ありがとう、大事にする、ありがとう、大事にね、しまっといてください、話し会で見せる、本当に嬉しい、はいよ、お仕事行ってきます、応援しに行くけど、キャン頑張ってな、ありがとう、たけるくん待ってるよ、たけるくんは認知、めっちゃ認知してるからもうね、見つけたらすぐ本当にやるね、いっぱい爆裂そう、やった、
イエーイ1位でした。1回だけで1位はさすがに天才。ファヨー研究生という大会の時間当たりますよ、当たりますように。リアちゃんとの配信の時、カラオケ配信、ハートの独占権一緒に調べます。おはようねえ、でも歌配信したいね。おはよう。おはよう、おはよう。病院行ったの？病院は行ってない。飯いるの？え、あのお話し会、直接会ってお話ができる個別お話し会の時とかは、直接会ってお話し会の時は名刺がほとんどの、名刺をつけてくれたら本当にあ、なになにさんだってわかるから、そう、よかったら名刺つけとってほしいかな。なんかそのお話し会ってちょっとしかないんですよ。なんかちょっとのその数秒が、え、なになにさん、なになにさんっていう会話してる数秒がもったいないから、名刺つけとってくれると、あ、なになにさんだよね、いつも足見てくれてありがとうってすぐ話せるかなって思うけ、なるべく名刺つけとってくれると嬉しい。じゃあ特にさんみたいだよ。え、昨日の方が寒いんだけど。はよ、学校に行かんとしてちょっとしか、そうね、もう身もがこういう感じやけ。ユニアさんありがとう、白熊ちゃんありがとう、おはよう。そう、昨日みゆも僕の太陽公園で MM でリアタイはできんかったんですけど見たよ。大勢ありがとう、ありがとう長谷川さん、一応めっありがとう。おはよう、おはよう、仕事行ってきます。みゆも仕事行ってきます。で見合ってないみたいな、夢っぽいしね、悲しいおはよう、おはようございます。インテックスが重ねてます。そうなの、おはよう。名刺、そう、名札、名刺イコール名札、名札を、名札みたいなやつをここに首からぶら下げてもらえると、ほとんどの方がそうしとんじゃけど、してもらうとその数秒がねもったいないけんね、確かめとる時間が、よかったらしとってほしいな。3期生も正解ねしてほしいね、いつかねできるように頑張ります。おはよう。そう、おたんの名刺、いや名刺って言うんですよ名札を。あ、やばい時間が、ちょっと段順していきます。13位テトリス5さん、12位イエポンタさん、11位マッツーンさん、10位チャンタさん、9位わさびさん、8位ボヨンセンジーさん、7位ニシさん、6位ナルセンバイさん、5位アヤジーさん、4位時はあかねなにさん、3位ビクエブさん、2位クリミンさん、そして1位はスバルさんでした。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますありがとう、おはよう、おはよう。そう、いちごちゃんのねアイドルなんて呼ばないでね、意外やったね本当に。さあみゆはどんなユニットになるのでしょうか。1人2個2曲なんですけどね。ジョナイチは 2.5 期生さんがいるから安心だけど、まあでも 2.5 期生さんにすがるっていうか、いても規制さんばっかり任せるんじゃなくて、ちゃんと自分を見てってアピールできるように楽しみたいと思います。頑張ります、ありがとう。おはよう、つぼんつぼん、ありがとう、配信見てくれて、今日も配信見てくれてありがとうございました。メッシでしたら仕事バレるよ、飽きます名字もバレるしね。でも仕事行ってください、バイバイバイ、いつも言いまして、今日のおみぽんかわいい、本当に病み上がりだからかな。それじゃあみも学校行ってきます。みーぽんはアイドルでしょ、え、なんだと思う、実はそう、じゃあまだ言えないんですけどね、まあ期待しといてください。はい、ということで明るく楽しく頑張って頑張ります、イエイ。見てくれた方、ファンの方じゃなくてもね、てくださった方、トリコにしちゃいたいと思うので、ね、配信でも見てくださってる方全員トリコにしちゃうくらいいいパフォーマンスができるように頑張るので頑張ります頑張ります。それじゃあみは学校行ってきます、バイバイ、来てね僕隊待ってるよ。